大人で思い出したけど、なんもない大人になったからなのか知らんけど、うん、あの青春映画っていうものにハードルがめっちゃ低くなってるっていう。すぐほろっとくるみたいな。あのまあ俺お芝居もそうやけど、まあ俺あんま映画見てないとりせんやけど、ええなって。それ例えば最近見たやつやと、あの頃君を追いかけたっていう、全然知らんの、台湾の映画なんやけど、まあ、あの頃君を追いかけたっていうぐらいから、その恋愛以外の、そう、高校の男女7人組ぐらいの、6人、まあ、要は何人か組の友達グループの中に、クラスの優等生とその子とお互い惹かれ合ってるその男がいんねんけど、なんかそれをこう取り巻く群像劇みたいな感じなんやけど、まあ設定としては全然よくあるような、そう、普通の高校の設定なんやけど、その子2人 の、 その恋模様とか、もうなんかたまらんよね。そう、いや、聞いてる限り良さが全然わからんわ。いや、だから、だから俺 2,3 週間前にあのちょっとツイートしたから、ここに来てのスタンドバイミーですよ。ちょっと見て、そういうこと、めちゃめちゃいいから、ここに来ての名シーン多すぎて、俺ちょっとスタンドバイミードットミー作りたいわ。スタンドバイドットミーって、ほんま名言がもうなんかもういろんなところに、いや、もう帰ってきたが街はちょっとちっちゃく見えたとか、たった2日の出来事にもう全部が詰まって、車で半日ぐらいのところにみんなで線路歩いてさ、いろんなことが詰まってんのにさ、たった丸1日の出来事なんよね。だけど帰ってきたら街は全然変わってないけど、彼らからしたらちょっと違って見えたんやで。で、あんだけの大冒険をした4人やのに、中学になって会わんくなるんやで、もうほとんど。もうなんかたまらんねん、俺。いや、でも健太と言ってたら多分一緒やと思うねん、なんか。いや、ほんまね、ああいうのってやっぱ大人になってから。そうやな、ね。やっぱもう来おへんやん、そういう日が。そう。もうね、たまらんなおっさんになっていくのよね。そういうことですよね。はい、もう皆さんこう青春映画をいっぱい見てくださいってことですね。うん、あの無条件にいいよな。確かに、でもそうや、ね、なんかもう安いのでも、うん、同じぐらいのこうダメな、そうやな、ダメな映画でもちょっと青春映画っていうだけでちょっと見れたりするし、やっぱり。でも俺なんかの時に 2,3 ヶ月前なんかのタイミングで、あのおっぱいバレエを見たけど。知ってる？おっぱい、綾瀬はるかのバレーボール部の顧問で、試合に勝ったらおっぱい見せてあげるっつって、あんま知らない。うんこちゃん下痢ピーやったけどね、ほんまに。ウォシュレット。全然思んなかった。全然思んなかった。綾瀬はるかの映画はそうしたら、外れが多いんかもしれない。うん、あ、そうなの？俺、今のとこ多分これ人生ワーストムービーやなっていうのを、映画ホタルの光っていう。ああ、なんかあったな。ドラマのホタルの光の映画版なんやけど、多分これ俺ワーストムービーや。俺結構おっぱいバレーは人生ワーストのレベルやで。くす、もうほんまウォシュレット。とうとうやったもん。まあそんなことで、ね、なかなかあれですな。青春映画をね、大人の手から見ていきましょう。はい、まあ、スタンドバイミー俺1ヶ月に1回見たいもん、なんか。ほんまに、いや、ほんまに、いや、ほんまに、ほんまにええねん。おーちょ、一回見て、マジでよ、まあ、ほんま一回見て、なんかちょっとなんかちょっと忘れてる、分かれへんやろ、分かれへんやろ、ほんまにもうめちゃめちゃいいから、もう両できてるわ、設定が。あの主人公のお兄ちゃんは期待かけれてたけど死ぬんよ、アルフトの選手やったのに、ほんでなんかお前が死んだらいいのにみたいなこと言われたりとかね。あ、でクリスって俺が一番好きなリバーフェニックスのやつは、こいつはめっちゃ勉強できんねんけど、お父さんとかがあかんから、その進学組には行かれへんとかね。あ、なんかもういろんな設定の絡みがあって、めちゃめちゃいいが、たった一日、俺そこがでかいよな、あんだけ大冒険したのに、ほんまたった一日で、車やったら半日ぐらいの、まあ、昔はそうやもんな、子供ってほんまそうやんか、特に男って。そんな思い出めっちゃあるやんか、なんか実はただ隣待ちやったみたいな、 あれをうまく表現してくれてるわ、ほんまな、たまらんのね。で、熱く語ったんやけど、学生ポカーンやった。授業でちょっと名作映画を見ようみたいな、まあ、まだちょっと早いちょっと早いな。だってまだ18、19ぐらいかな。そうやな、そのところは俺らも青春映画なんで、まあ、それで